ました。皆さんが到着する前にスタジオを温めておきましょう。かわいいイヤーマフを買ったのでもう寒さも怖くありませんよ。寒くなると朝起きるのがしんどいよな。冬は結構忙しいんだ。ラーメン銀河いつも以上に繁盛するからな。寒い。スタジオ入る前に手温めとかねえとな。こんな寒い日は朝日湯のお湯にじっくり浸かりたいな。ホットミルクでも作ろうかな。あ、牛乳買って帰らないと。空気も乾燥してるし喉のケアには気をつけないとね。してほしいな。